はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、その感染症対策と、それに役立つ栄養素のお話なんですけどね、その感染症対策にはね、さまざまな方法がありますけども、栄養素の補給によってですね、感染症の予防や症状の、ね、軽減が、ね、期待されると言われています。そこでね、今回はね、その先ほども言いました感染症対策に役立つ栄養素について簡単にお話しますね。やっぱりね、その僕らみたいなその白血病やがんなどのね、病気をしているとですね、対策とそれに対しての体の栄養っていうのもね、考えていかないといけないんですよ。まあね、僕らって言いましたけど、決して僕らだけではありません。健康な、ね、人たちでも、気にしていかなあかん時代になってきておるんですよね。僕らはその病院からね、そのお薬というのをもらってるんで、そのお薬の力を借りて体を守ることができますけども、その病院にも行ってなくてお薬をもらってなくて、健康な人はそのやっぱ自力でね、自分の身を守らないといけないわけなんですよね。でそしてね、自分でその対策するのが難しい子供さんとかやったらね、そのね、親がね、対策をしてあげないといけないわけなんですよ。なのでね、皆さん改めて、今日のお話をね、ちょっとお聞きください。まず最初にですね、一般的には感染症にその手洗い、うがい、マスク、消毒、ワクチンなどが挙げられます。しかしですね、例えばそのマスクをしていて、その激しい運動をするとね、熱中症とかね、低酸素血症っていうといったね、危険な状態をね、真似てしまうんですよ。これはね、めっちゃ危険なので、ね、ほんまやめた方がいいですよ、マスクして運動っていうのはね。例えばになりますけども、その一般人がマスクをしながらジョギング、いや、しっかりめのウォーキングをしたら多分めっちゃしんどいんですよ。アスリートのような強靭な体じゃなかったら、すぐにね、マスクをバッてこう剥ぎ取ってしまうと思います。話戻しますね。ほんでよく耳にする次亜塩素酸ってあるじゃないですか。あれはね、新型ウイルスを殺すためには有効だとね、考えられています。でしかしね、誤って使うとね、肺炎を起こしてしまいます。でこれはね、しっかりと薄めて使ってくださいね。厚生労働省の、ホームページによりますとですね、テーブルドアノブには市販の塩素系漂白剤の主成分である次亜塩素酸ナトリウムが有効です。次亜塩素酸の酸化作用などにより、新型ウイルスを破壊し無毒化するものですと。使用方法は市販の家庭用漂白剤を次亜塩素酸ナトリウムの濃度が 0.05% になるように薄めて、拭きます。その後水拭きしましょうとね、記載されています。 0.05% なんて難しいですけどね、なんとか希釈して皆さん使ってみてください。そしてね、インフルエンザやね、新型ウイルスの原因となるね、そのウイルスっていうのは生物ではなくてですね、サイズがとても小さくて、遺伝子もね、変異していくためにですね、一般的な感染症対策ではね、感染をね、完全に防ぐことがね、難しい場合があります。でほんでそんなね、感染症になった場合にね、働くのはね、体に備わっているね、免疫機構なんですよ。でそんな免疫機構がしっかりと働くためには、バランスのいい食事、適度な運動、睡眠、入浴、体温を上げるってことですね。で適度な体重、これね、痩せすぎも太りすぎも免疫低下につながるんで、その適度な体重がいいみたいです。よくありますよね、 BMI 値がどうとかね、基礎代謝量がどうとかっていうのがありますけど、あれのそのなんかね、国が定めている、厚生労働省が定めているようなその水準みたいなのあるじゃないですか、兵役みたいな、そこがやっぱり一番ええみたいですね。ほんで塩分を多めにとると。で高血圧とかね、腎疾患とかね、脂質代謝異常がある人はね、ちょっと要注意ですけども、塩分はあんま多くとれませんけどね。あと砂糖の摂取を極力控えると、そのようなことがね、大切だとね、考えられています。これをしていれば、取っていれば絶対に感染症にかからないということではないんですよ。なので自分ね、自分なりにその状況を見て判断してバランスを考えて行動していってほしいものです。ほんでそもそもの感染症というのはですね、その環境中というか、なんていうんですかね、
大気とかね、水とかね、土壌とかね、まあ、動物などもそうなんですけども、それらからその病原性のね、微生物、まあ、病原体のことなんですけども、まあ、それがね、体に侵入して、症状が出る病気のことを感染症と言います。まあ、そのようなね、感染症がね、感染してしまう感染経路というのがあるんですけども、それがね、まあ、大きく分けてですね、水平感染と、垂直感染っていうね、まあ、2種類があります。水平感染っていうのは感染源、まあ、人やね、ものなんですけども、まあ、それから周囲に広がるもので、まあ、さらにね、こう飛沫感染、空気感染、接触感染、媒介物感染っていうね、4つに大きく分類することができます。まずね、飛沫感染はね、その病原体を含む咳やくしゃみで飛び散ったしぶきをね、こう吸い込んだり、目やね、鼻の粘膜にね、こう付着することによってね、感染する経路でございます。で、空気感染はですね、まあ、感染者から排出された空気中を漂う微細なね、粒子やね、病原体に汚染されたの土壌とか、まあ、床などとかね、こう生じてこう浮遊するふわふわってこの、ね、浮遊してしまうその塵や今塵や埃のことなんですけども、それをこう吸い込むことによって感染する経路です。で、接触感染っていうのはですね、その感染者に直接接触、またはそのまあ汚染されたドアノブとかね、医療器具などを介して間接的に接触することによって感染する経路でございます。接触感染にはですね、まあ、経口感染、粘膜感染、性行為感染などが含まれます。媒介物感染というのはですね、採血とかね、手術などの医療行為によるその、まあ、傷ですよ。採血だと針刺すしね、そこで血出るじゃないですか、まあ、手術だとメス入れるしね、そこで血出るじゃないですか、まあ、傷なんですよ。そういう風なところからとか、まあ、汚染された水とか食品とか血液、昆虫とかをね、介して感染する経路です。そしてね、垂直感染なんですけどね、これはまあ一般的にね、母子感染と呼ばれます。病原体がね、その胎盤とか産道とかね、母乳とかね、おっぱいですね、それなどを介して母親から胎児またはね、新生児、まあ、赤ちゃんですよにこう直接感染を起こす経路でございます。ほんでこれからですね、その栄養素の話に入っていきますけどもね、感染症とね、栄養状態の大事な関係性のお話もしていきます。で、そもそも人間の体っていうのは栄養不良ね、栄養が足りてない状態ではですね、免疫機能がね、低下します。栄養不良やったらね、その免疫細胞の数とかね、機能が低下すると言われてるんですよ。そのためね、栄養不良ではね、感染症にかかりやすくなって、まあ、重症化もそうだし、治療期間が長期化するっていうことがね、起こってね、さらに合併症もね、生まれやすくなります。そしてさらにですね、多くの感染症っていうのは食欲の低下とかね、食欲不良の原因となって、軽度の、ね、栄養不良をね、より重症化させてしまって、新たなね、感染症にかかりやすくなるというね、悪循環をね、引き起こしてしまうんです。そしてこのようなね、悪循環はね、まあ、子供、妊娠中、まあ、授乳期の女性とかね、あと高齢者とか慢性的な感染患者さんの入院患者さんなどでね、起こりやすいと言われています。で、そんなことにならないための感染症対策に役立つ栄養素なんですけども、まずはビタミン D です。ビタミン D の摂取によってですね、気道感染症、まあ、インフルエンザの、ね、感染症からね、起きるその喘息発作とかね、そんなのもあるんですけども、それの予防に役立つと言われています。ビタミン D っていうのはね、魚とキノコに多く含まれてますよ。次はね、ビタミン A です。ビタミン A が欠乏している場合はですね、まあ、成長阻害とか、まあ、骨とかね、神経系の発達抑制もね、見られましてですね、上皮細胞の分化、増殖の障害、皮膚の乾燥、角質化、免疫機能の低下や、粘膜上皮の乾燥などから感染症にかかりやすくなると言われています。ビタミン A のでね、まあ、人参、モロヘイヤ、小松菜、ほうれん草を食べましょう。で、次はね、亜鉛です。亜鉛とビタミン A をね、併用して取ることでですね、ビタミン A 欠乏時よりですね、ビタミン A 値が改善するようです。亜鉛はね、下痢、食欲不振、肺炎などに効果が期待されています。で、亜鉛っていうのはですね、レバーに多く含まれてますけどね、動物性がね、苦手な方は、植物性の食材でいいと思いますよ。だからカボチャでしょ、ごまでしょ、で、きな粉もそうなんですよ。くるみもね、この4つがね、すごいおすすめです。で、次はね、ビタミン C でございます。ビタミン C はね、抗酸化機能に加えてね、免疫機能の上でもね、重要な役割を果たしています。ビタミン C を多め、まあ、1日ね、1g から 3g 摂取することでね、風邪をひいた時などのね、期間がね、こうギュッと短縮することがね、示唆されています。これはもう有名ですよね。ビタミン C はね、レモンで十分です。まあ、ちなみにね、野菜でしたらパプリカのね、ビタミン C っていうのはね、実はレモンの 1.5 倍なんですよ。そしてまあ同じフルーツで言うならば、アセロラはレモンの17倍です。すごいですよね、アセロラってね。これね、いつもね、ビタミン C の説明の時ってね、まあ、僕の動画だけじゃなくてですね、まあ、世間一般的にね、レモンが例として挙げられますけどね、これって理由があるんですよ。実はね、レモンってね、100g
ムあたりにですねビタミン C が 100mg 含まれてるからということで、キリがいいからというだけの理由で使われているそうなんですよ、っていうお話でございましたけどもね。今回ねこのお話はですね、以前の動画でねそのインフルエンザと、新型ウイルスの検査が同時にできますよという時のお話の時にね、一緒にしたかったんですけどもね、今回の話もね、合わせるとですねめちゃくちゃ長くなるのでもうしんどいのでわざと2回に分けました。でまあね、ここ最近ね気温がちょっと下がってきてですね過ごしやすくなってきた気はするんですけども、これからねきっとねもっと気温が下がったらもっと乾燥してきてインフルエンザもね入り出してくるのでね、自分のためにね家族のために周りの友達やね関係者のために、一人一人がねしっかり対策をしていきましょう、その対策としましては魚、人参、かぼちゃ、レモンを食べてください。でこれにね玉ねぎ使ってね白身魚のマリネなんかしたらね美味しいでしょうね。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいとってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。